2番目ですね。そんなことで浜洋先生ね、ちょっとね、また胆石ができ始めてきちゃったんで、やばいという状態ですね。手術しないといけない、めんどくさいという話してましたけども。民間の保険に入ってなかったんで、やばいなという感じですね。国の保険は入ってますよ、当然ね。国民健康保険はね、強制だから。民間の保険に入ってなかったから、やばいなということでね。頑張るのだったら、とにかく、またこの体操を直して、保険に入っといて、で、後でまた来るから、その時に保険使えばいいんじゃないかと思うんだけど、今回直しきれるかですね、自然にね。直しきれれば、また2、3年か4年ぐらい経つと、またやばいかもしれないんで、その時に保険効くからね、入ってればね。もうそんなことで、浜岩先生、ちょっと、結石、尿管結石ができちゃって、石がお腹の中に固まっちゃったみたいですね。ただそれだけだけども、結構、私の場合、血管が細いんで難しいんですね。何でも管が細いんで。まあ、夜分の医者にやんないで、その細いとこから石を取り出しちゃダメなのね。細い管のとこは弱いから。だから太いところの方、膀胱に穴開けるかとかね、言って、石を引き抜くような感じじゃないといけないんですよ。細い管のとこには傷つけちゃいけないから。で、うまく、やぶだとね、直接そこを石溜まってるから、そこから切除しちゃうといけないわけです。ヤブはね、そういうことしたりしますから ね、教えないといけないわけですね、私がね。で、そんなことで、前は聖マリアンヌ大学病院ね、神奈川県の聖マリアンヌ大学病院に、直してもらったんですけどね。ただ、検査で死にかかりましたね、それだけで。2ヶ月は入院しましたけどね。心臓も悪いんで、AV ブロックモービット障害というか、心臓が弱いんですね、私ね。だからペースメーカー入れてじゃないと大きい手術はできないんですよ。まあ、そんなことでね。まあ、マニュアル持っててちゃんとすればね、できるんだけど、ものすごく手間のかかる手術なんですね。脳外科の一番簡単な手術ぐらいは必要なんですよ。だから誰でもできるわけじゃないんですね。脳外科の難しい手術のね、一番簡単な手術程度は必要なんですけど、それがまた難しいんですね。デリケートなんでね。そんなことで、なんとか治そうと思ってます。減量するわけじゃなくて、石は酸性アルカリなのかな、どっちが酸性系統なのかな、アルカリ系統なのかな。食べ物の水分気をつけて、よく水分取ることが大事なんですけど、ね、お茶はダメなのかな、これちょっと気をつけて。お茶ダメ、お茶によってはダメなんだよね。ウーロン茶ダメみたいだな。普通のお茶、緑茶なんかいいかもしれないですね。そんなことで、やばいです。